おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。大学病院の次の日は高い確率で寝坊しちゃう困っちゃう。でね、ピーマンは細切りにして、これはウインナーに切り込み、今日は寝坊したからね、この救世主冷凍焼きそばとミートボールを使って簡単にね作るね。ミートボールにパン粉をつけて、これでなんちゃってメンチカツにしちゃう。もうね、そんなしてるうちにさ、さっきの冷凍焼きそばはさ、規定時間レンチンしとくよ。そしたらね、卵に塩ひとつまみ入れて混ぜる。まあさ、ほんと大学病院の次の日ってほんと高い確率で私寝坊してる気がするんだよな。やっぱりね、おばさんはね疲れますがよで、一応分量これです。さっきの冷凍焼きそばね、レンチンしてさ、この巻き込む、そしたらさ、なんだあれ、おむそばみたいな感じになるよ。だからね、巻き込むよ。まあしかし今日はさ、朝寝坊から始まって、もう自分がドジすぎるというか、まあほんとね、ドジ落ちない日はないんだけど、今日のドジはもう自分でももうびっくり仰天多分ね、こんなこと初めてだったと思うんだ、私の記憶が正しければね。私の記憶ほど当てにならないものはないけども、多分初めてだったと思う。これでおむそばもできた。そしたらウインナーを焼いて、今度はね、ごま油です。そしたら、ピーマンを炒めるよ。このさ、ピーマンと桜エビの塩昆布炒めもね、簡単だけど美味しいの。桜エビがまた香ばしくて、なんとも言えんのよね。これをね、炒め合わせて、これでピーマンと桜エビの塩昆布炒めの出来上がり。多めの油を熱して、ミートボールを揚げ焼きにするよ。ミートボールはもうこのままでも食べれるから、まぶしたパン粉にさ、火が入ればいいからね、転がしながらね、だいたい全体の面を1分ぐらいずつ揚げ焼きすると、パン粉にもしっかり火が入るよ。もうね、なんちゃってメンチカツめちゃくちゃね楽ちんそしたらね、このミートボールはね、私ね、爪楊枝で2個ずつね、留めてる。そしたら詰めやすいしね。でね、これ質問をいただく俵型なんだけど、小さめの俵おにぎりが3個できるやつ。これね、ダイソーにも売ってるよ。私これ10年ぐらい前のやつだけどもさ、ダイソーにも売ってる。うん、店舗によってあれかもしれんけど、今でもね売ってるよ。これもさ、一口サイズっていうかね、お弁当にちょうどいいサイズなの。めちゃ使いやすくてね、重宝してます。
でもおにぎりもね、縦に詰める。そしたらね、これダイソーで見つけてね、いつだったか買っちゃったんだよね、思わず。デコシール、食べれるデコシール、なんかね、でんぷんで作ってあるんだって。だからこのままさ、まあ、食材とかおにぎりさんとかにペターンとくっつけて食べれるんだって。こんな感じでね、8種類顔があった。かわいいよね。でね、ごめんなさい、本当にごめんなさい。私ね、お弁当詰めるところをね、ボタンを押したと思ったのに、ボタンを押せてなくて取れてなかったです。ごめんなさい。んで出来上がりました。ごめんね。で、材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、良い一日を。